らっしゃい。ああ、こんにちは。お。いや、ああ、どうも。いや、これはまさか夢ではないでしょうね。何してるの？ええ、それはどうも。イギリスのクロスワードパズルは厄介でして。アメリカの方？実を言うとそうなんですよ。アメリカの方なんて珍しい。そういえば、そういうドレスを着てらっしゃる方も珍しい。お気に召して。ええ、ジャックお願いできない？うん、嫌に慎重ね。ついその嬉しいと震えが来るたちなもんで。そのここに長くお泊まりのお客ですか？どうしてそんなこと？いや、こんなお寝巻き同然のなりで来る客はまずいませんからね。自分の家へわざわざお客に来るバカもないと思うけど。あなたのお宅ですか？私はてっきりもうネジームさんの家かと思った。ネジームにかかると貸したものでもみんなそうなっちゃうの。ここはれっきとした私の家よ。居候はネジーム。食事してってください。どうやら意地悪パズルのおかげでそういうことになりそうです。いい災難ね。あなた絵文字の暗号を解いてらっしゃるでしょ？野暮な話はよしましょう。他に話題がないじゃなし。その前にネジームがどう言ったか知らなきゃ。珍しいね、休み。こんなところへ来るとは思わなかった。自分の家なのに。所詮へね。休みはあまりにも多芸多趣味で本を読んでる暇なんかないんですよ。せっかくのところ気の毒だが、ポロックさんは今君のお相手どころじゃないんでね。それより夕食の着替えでもしたら。失礼。ところで今履いてるその上履きだがいいね。それは私のために履いてくれたのか？そうよね、ジム。ポロックさんにはあなたのような高尚な趣味はないよね。お寝巻きがお気に入りよ。